ズ K-1 対抗戦、白鳥大樹 VS 佐々木大蔵。それではただいまより本日の第7試合、スーパーライト級3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー、173センチ 64.95 キログラム、 K-1 ジム相模大のクレスト所属、第8代クラッシュスーパーライト級王者、佐々木大蔵。叩き上げのテクニシャン、K-1 代表佐々木大蔵。赤コーナー、180センチ 64.95 キログラム、チームてっぺん所属、ライズワールドシリーズ2019 61キロ級王者、白鳥大樹。ザマッチの悔しさはここでしか晴らせない、ライズ王国の王子白鳥大樹。サイゲームスプレゼンツライズエルドラド2023、ライズ対 K-1 対抗戦、スーパーライト級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。佐々木大蔵対白鳥大樹。この放送の解説は引き続きライズライト級王者直樹さん、初代ライズミニフライ級女王寺山ひなたさん、そしてケーズフェスタでライズ代表として出場トーマ選手に勝利しました安本春人さん、お三方どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。そしてゲストに引き続き志田ねねさんです。お願いします。さあ始まりました大将戦です。安本さん、どのあたりがポイントになるでしょうか。そうですね、まあ、白鳥選手はパンチで、まあ、佐々木大蔵選手はもうテクニックがすごいんで、はい、まあ、そこがどう噛み合うかだと思います。直樹さんはどのあたり注目して見ていきますか。そうですね、やっぱあの大蔵選手がね、あんまりあのこの長身サウスポーでやってるのをあんまり見たことがないんで、はい、あの大蔵選手のテクニックでこう長身サウスポー相手にどういう戦い方をするのかなっていうのが楽しみですね。白鳥は180センチサウスポースタイル、そしてオーソドックススタイルが佐々木大蔵173センチです。寺山さん、どのあたり注目していきましょうか。いやそうですね、大樹選手、大樹君、結構調子良さそうだったので、まあ、この大将戦になっているので、いい勝ち方をして最後 の, そのメイン、その対抗戦のメインとしてすごいいい勝ち方してほしいですね。寺山さんも現役時代はチームてっぺん、はい、この白鳥大樹とずっと汗を流してきました。お前撃破、今のは安本さん、ほぼノーモーションのような形でしたか。はい、めちゃめちゃ速かったですね。キレがあります。白鳥ガードはしてたけど多少ダメージありますよね、絶対に。そうですか、ダメージありますよこれ。ガードしてるけど効くよ。ガードの上からそのダメージを与えるような白鳥のキック、ね、がっつり肩とか打ててガードしてるならまだしも、はい、グローブ1個挟んでるだけなんで、もう絶対効いてますよ。なるほど。そして速いスイッチからのロー、はい、これだ、これハイキック走ってます、ね、いや非常にキレありませんか。アンチもいいね。ちょっと受け身の形の佐々木大蔵です。メギック早くもラスト1分、この距離は白鳥でしょうか。あ、左伸びてきます。安本さん、あの白鳥はこのリーチがありますからね、はい、そうですね、佐々木選手はもっと中入りたいと思いますね。左ストレート伸びてきます。ちょっと大蔵選手鼻血出てるのかな、ちょっと顔のあたり出血があるでしょうか。赤くなる、本当だ。あー、左右で合わせてきました。ちょっとこれガードの上からでも直樹さん、かなりダメージありそうですね。いやダメージありますね、あれは、うん、音がいい動きしてますね。乾いた音響き渡ってますね。すごい音がキレキレっすね。ちょっと効いてるっすね、大蔵選手。ちょっと佐々木大蔵の足が止まっているか。ダメージありっすね。いや
第1ラウンドはかなり白鳥の切れ味、それを感じました。そして佐々木大蔵、大野ブレスト、 K1 の山崎秀明さんがこのようにセコンドにつきます。ここに当たったのが音が鳴ってます。チームクレステですか。安藤さん、はい、この第1ラウンドはどのように見ましたか。そうですね、白鳥選手 のキレキレな動き、はい、あのまあ、佐々木大蔵選手は もうちょいそうです、ね、中に入りたいところじゃないですかね。寺山さん、これは佐々木としてはかなり効いてるんでしょうか。いや、効いてると思いますよ。でハイキックだけじゃなくて三日月とかローキックとかでパンチですとかいろいろ散らされてるので余計に分かりづらいしやりづらいだろうなって思います。なるほど。この第2ラウンドにかけて直樹さん、はい、佐々木陣営としてはどのようなことを変えてくるでしょうか。まあ、ちょっとあれですよね、もうちょいローキック、インローだったり、あとボディだったり、何かしらやっぱ打開策、ちょっと手数が少なすぎますよね、大蔵選手、突破口が。この相手は、そして左、伸びてくる、ちょっとグラッとしたようにも見えました、ガードをしていたかどうか。このように、そしてこれ三日月、寺山さん、これですね。そうですね、ハイキックだけじゃなくてお腹にもくるんで結構嫌だと思いますね。はい、相手のジャブから左のハイへと持っていきました。那須川会長からも声が飛びます。白鳥陣営、わあ、いい攻撃だ。左のストレート、三振に行く。ハイキックまで行く。いや、キレキレだ今日の白鳥。大蔵選手、ちょっとね、もうちょい打開策欲しいですよね、はい、ボディだったりローだったり。これいいですね、大蔵選手。この佐々木大蔵も去年の10月から本格的にボクシングジムに通い始めて、14、15ではそのボクシング技術を学んでいるということで、そのあたりのステップなども含めてこのキックボクシングに合ってきたという話はしています。このように右ストレート軽く当たりましたね。右ストレートグッと伸びてきました。さあ追い込んでいくのは白鳥、しかしリーチの長さがある。佐々木選手はもっと蹴っていきたいですね、はい、パンチ入んないんで。そうですね、はい、この蹴りですよね、はい、でも蹴り終わりに合わせるのうまいですね、白鳥選手。ミドル食らった後は、ね、パンチの返しがめっちゃ早いですね。寺山さんもチームてっぺんでこの白鳥とはずっと汗を流してきました、はい、なかなか勝てない時期もありましたが、その時と比べていかがですか。いや、なんかやっぱりここ2戦、勝ってるので、勝ち方はその負けてた時ちょっとは多分迷走してたと思うんですけども、最近は勝率も良くて勝ち方も分かってきたと思うんで、今回でもその過去2戦と比べても結構動きいいですよね。ちょっと圧倒しに行くんじゃないかという状況。腹効いたんじゃないですかね、三日月。去年のザマッチ6月にゴンナパーに1ラウンド KO 負け、あの東京ドームの舞台で本当に恥ずかしい思いをしたと白鳥は語っています。そこからヤーマン、そしてイリアス・バニスと倒してからのこの K1 対抗戦。いけいや、三日月いいですね。チームキャプテン那須川会長もかなりシャープでいいぞという、今日はあれですね、パンチと蹴りのバランスがすごいですね、全くぶれませんね、直樹さんね。そうですね、パンチだけ蹴りだけなんないで、はい、パンチから蹴りのつなぎがすごくいいですね。パンチからのコンビネーションも今非常に綺麗に決まっていきました。ここまでは白鳥ペースと、これまあやはり見ていいでしょうね、安本さんね。はい、そうですね、はい、佐々木選手はこの次のラウンドはもう出てくると思いますね。やはり直樹さん、ここまでライズ対 K1 というところで見ていきますと、もう今このリングだけでいうとライズが2連勝ということで、はい、全体合わせると3勝2敗、ライズ一勝勝ってますからね。そうですね、K1 としてはここで勝つしかないわけですよね。まあそうですね、まあ、団体を背負って勝ちたいという気持ちもあるんですけど、はい、まあ、やっぱ個人的な気持ちで大蔵選手も勝ちたいという気持ちがすごく強いと思うんで、そうでしょうね、もちろん、まあ、3ラウンドは絶対出てくると思いますよ。さあ、下さん、はい、ここが第3ラウンド最後のラウンドになりますが、そうです、期待感いかがですか。いや、もう白鳥選手に期待してます、ね、はい、
ほどあのインタビュー室の方のね、そうですね、控室の方にも言ってましたからね、はい、このペースで試合できてれば白鳥選手そんな疲れてないと思うんで、はい、まだまだ動けると思いますよ。ここまでの雰囲気で見ますと佐々木大蔵としてはとにかく逆転の一手、これが安本さん、はい、一つ必要には確実になりますもんね。そうですね、対する白鳥はここまでほぼ完璧に自分のペース。那須川会長、さらにセコンドにつく岡本トレーナーからもいいぞいいぞの声が飛んでいる。さあ、あとは白鳥としてはいつも話しているのは KO 勝ち、これを狙っていきたいです。ナイスボディ、ボディよ、しかしクロス、佐々木回していく、こういうシーンだけですね、怖いのはね、白鳥選手は先ほど止めることはありません。パンチ合わせる、さあ佐々木も返していく、なかなか倒れないな、ただ佐々木大蔵リリック、これはどうなんだ、セレクという判定、しかし右フック綺麗に合わせた、膝今膝ちょっと入ったですね。でも大蔵選手も強いですね、やっぱり前に来て前に来てますね、目は死んでいない大蔵、膝を合わせる白鳥、さあ、あとは半分ボディ持ち合い取りから、そして三日月左ストレート伸ばしていく白鳥、大丈夫いた、ボディ今日は打ちました、ここ絞って、そうだそう、角度を変えていく、おかしいけどおかしい、佐々木もなんとか前に出ようというところ、おかしい、おかしい、ラスト1分、さあラスト1分切りました、オッケー、白鳥としては久しぶりの KO 勝利なるか、佐々木大蔵はここで逆転なるか、大蔵選手もうちょい早くからこの展開を持っていった方が良かったですね、この近い距離でとにかく打ち合いというところ、佐々木大蔵この展開もっと早く持っていってればね、結構展開変わってましたよね、ちょっと白鳥の表情も疲れが見えてきたか、蹴ってもいい蹴ってもいいよ、これだったら白鳥選手が疲れるからね、ここでパンチの打ち合い、ただやっぱ白鳥のパンチか、当ててるのは白鳥選手、早く集中、ガリッコ、ガリッコ、さあ残り10秒切る、第3平和軍その団体を背負っての大将戦、最後の最後まで決着はどうつくのか、ここで試合終了、これより団体の終了を行います。絶対的に圧倒したのは白鳥か、安本さん、試合前、はい、どのようにこの2人のことをご覧になってましたか。いやー、そうですね、試合前はまあ、どっちが勝つか本当分からなかったんですけ ど白鳥選手がすごい今日すごい良かったですね、佐々木大蔵選手も最後すごい良かったんですけど、はい、それが、まあ、もっと早くできてればよかったかな、ちょっと出るのが遅かったかもしれませんね、はい、ジャッジ北尻30対28、赤白鳥、ジャッジ秋谷30対28、赤白鳥、ジャッジ大沢30対28、赤白鳥、以上3対0の判定をもちまして、勝者白鳥泰樹、いずれのジャッジも30対28、完封3対0、ライズ軍大将白鳥大樹が判定勝ちを収めました。これでライズ対 K1、 まあ K1 クラッシュと見る方もいるかもしれませんが、 K1 代表として臨んだ選手たちということで一括りにさせてください。この対抗戦はライズの4勝そして K1 軍の2勝という形で幕を閉じました。やっぱりあれですね、はい、対抗戦を全体見てる
結果からすると、はい、直樹さんいかがですか。やっぱあのアウェイのリングで勝つってどんだけ難しいことかっていうのが分かりますよね。なるほど。やっぱりどっちが強いとかどっちが弱いとかでもなく、はい、このアウェイのリングに乗り込んで勝つっていうのはどれぐらい難しいことかっていうのが、やっぱあの明確に分かったんじゃないですかね。だからそれこそね、あの隣にいる安本選手、素晴らしいですね、もうアウェイで、ね、乗り込んで勝ってるのはね、本当すごい。素晴らしい。唯一ですよね、だってこの対抗戦でアウェイに乗り込んで勝ったのは、はい、1個ね、本当に素晴らしいですよね。だから兄と有田対実方匠は兄と有田が勝ちましたし、鈴木正彦、久村正志は久村正志が勝ちました。そして安本さんと、東間選手は安本さんが勝ったと、はい、だからね、そのこの同じ橋本様ありがとうございました。同じ選手でもどっちのリングでやるかによってやっぱまた全然違うと思いますよ。勝利を収めました白鳥泰樹選手にコメントをいただきます。さあ勝利を収めた白鳥のコメントです。応援ありがとうございました。まずこのライズの年1回のビッグイベントに、参戦してくださった佐々木大蔵選手、ありがとうございました。まあ、ちょっとこの対抗戦が自分が最後ということで、で前の2人も、勝ってちょっとプレッシャーかかったんですけど、まあ無事勝れてよかったです。まあ、今こうやって対抗戦ができてるのも天心、そして武尊選手、この偉大な2人が、昨年ザマッチで戦って機会に残してくれたものだと思ってます。それを僕らがどうやってまたあのような熱が生まれるような、ビッグマッチが作れるかっていうのは本当僕ら選手に託されてます。なので、その選手に僕がなろうと思ってるんで、これからも応援よろしくします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。選手会場ライズ軍の大将としてこの白鳥大樹がしっかりと完封勝ち、勝利を収めました。あ、さらにチームてっぺんのメンバーも今迎えようというところでしたが、その白鳥が今伊藤代表の方にでしょうかね、あ、向かいました。安本さんもこのように、まあ、いろいろ団体のね、はい、プライドというかそういったものを背負ってということになりましたもんね。はい、そうですね。いや、ここはライズ勝つですごい良かったと思います。まあ、直樹さん、これでまた、はい、ライズが勝ったということになるんですが、また議論を皆さんにしていただきたいんですよね、いろんな盛り上げでね。いや、本当そうですね。まあ、ね、本当に難しいですよね、はい、これからも継続してね、こういうことをやっていってほしいですよね。まあ、本当に団体の垣根なく、ね、どっちがどっちのリングに上がってもいいようなこういう交流戦がね、続くことを祈ってます。寺山さんも一言お願いします。いや、本当にさっき直樹選手がおっしゃったように、やっぱりこう各団体手を取り合って誰が本当に最強なのかを決めていけるようなキック界になってほしいなって思います。